はい、皆さんこんにちは。生きているうちに楽しいことを好きなことを、同世代応援 YouTuber 琵琶湖セラピスト湖の女神かずみんです。これは1週間ぐらい前に寄せ植えした、ラハイナガーデンさんでねした、ミニベンチのワークショップですね、で作った椅子に寄せ植えをしたのと、猫のね、自分の猫のカゴ、猫の網カゴに寄せ植えしたやつがもうすっごい伸びてます。こっちこの間、これが1週間ぐらい前にね、こっちも1週間前ぐらいですけど、こっちも1週間前に昔ね、リメイクの、100均の、これはどこかな、どこだっただろう、ダイソーかな、で、ゲットした宝箱にリメイクしてちまちまと寄せ植えして、で去年ね、ダイソーさんでゲットした猫ちゃんのスイカですね、これからスイカの時期でございますの、飾りをねあしらったものでございます。はい、それでは、昨日ですね、蒲郡多肉フェスタ、大臣多肉さん主催の蒲郡多肉フェスタに、出店をさせていただきまして、本当にたくさんのね、お客様、ね、出店者さんとの交流、ね、めちゃめちゃ楽しい一日でした。はい、もうね、売り上げももしかしたら過去最大だったんじゃないかな、1日としてね、1日の出店の売り上げが多分ね過去最大やったような気がします。はい、まあ売り上げもあると心も、ルンルン気分になるわけなんですけれども、というわけでね、今回ちょっとね、一つだけはまだ車の中に入れたままでね、見せれることができないんですが、多分ね、大臣多肉さんの方のインスタグラム見てもらうと分かると思うんですけど、渦巻きですね、渦巻きは木なんですけど、蚊取り線香に見立てた、あれなんていうのかな、ペンダントっていうんですか、あれが、水色ね、1個しかないよって言ってはったんですけれども、量産していただいてたみたいで、ブルーをねゲットできました。琵琶湖色のブルーをゲットできたの と、もう一つはね、ずっともう2年ぐらいかな、2年ぐらいのお付き合いになっております、虹色未生店さんの、虹さんですね、虹ちゃん苗を、これからね、ちょっとね、なかなかもう出店をされないということで、お会いできないんだなということもありまして、あだ名苗ですね、虹ちゃんのあだ名苗をゲットしてきました。ごめんなさいね、移動ね、ちょっとカタツムリを見つけたもので、はい、それがこちら、おすすめの青藍と書いてなんて読むんでしたっけ、忘れましたなんとか藍、何藍です、もうすごい蚊が多くてね、ちょっと今日はもう退散したいと思うんですけど、こちら虹ちゃん苗ゲットいたしました。そしてこちらの方はおまけでいただいた苗でございます。今ね超蚊多いので今日は巻きでいきます、巻きで。はい、そして、留守にしていた2日間は大雨ということで、まあ、一応ね、このハウスの方は、まあ、これは朝あげたんですけれども、まあ、伏せていったんですけど、やはり、群れ群れが多発しておりまして、群れた苗がね結構見つかったのでございます。これは水やりをしてないんですよ、全然もう1週間ぐらいはしてなくって、でまあこちらの方はね、どうしても雨が横殴りになると当たるもので、そのままにしてやったんですけれども、まあ、今のね風もすんごく暑い風というのかな、涼しい風じゃないんですよね。なので、もう蒸れてしまったものは、まあ、弱かった苗と最近は思うようにしているので、まあ仕方がないことなんですけれども、またね、春もなんか蒸れているような気がします。なんか蒸れてるような色、あ、じゃなかったん、よかったん。はい、というわけでね、まあ蒸れている苗も多発したわけなんですけども、水やりをしていないので、枯れている苗も多発しているのでございます。どうしたらいいものか、水やりのね加減がもう全然なかなかもうわからない、まだまだ他人に見
3年生ですね。新3年生でございます。6月からなので新3年生、2年ね、丸々2年しかまだ、多肉にね、携わったことがないので、またね、これからいろんな人と関わったり、生産者の人とね、お話ししたりして、いろいろとね、勉強していきたいなと思いますが、それで今日はそのご紹介ですね。ご紹介と、まあ、2日間留守にしてこんななりました。もうこの辺すごいでしょ。もうじれているの全部ほじくったのでございます。はい、でもねこうやってして、なぜか屋根があるのにすごい濡れているというのは多分ね横殴りの雨がね降ってたんやと思うんですけど、下は濡れてなくて奥は濡れている。あ、まあ多分こちらは裸足のね、裸足どこというかなので、まあ、水はやってもね吸い上げられないというのもあるのかもしれないですし、まあ、このままもうとにかくもうこのままの状態で置いときたいと思います。こちらの方はじれて、早いか遅いか分かんないですけれども、超音波をして置いてあります。はい、そしたら、6月はねあと1日、いつもお世話になっております、あのね昔からねもう4年ぐらいかな、4年ぐらいお世話になっておりますドールズマルシェにはちょっと出店はできないんですけれども、ドールズ&ミニマムドールズ&マルシェの前日にありますミニマムワークショップですね、ミニマムの、ワークショップのメンバーで、今度は寄せ植えですね、箱庭寄せ植えとリース寄せ植えの体験をいたします。いずれも500円からと800円からになっておりますので、からの部分は、苗を選んでもらう苗によって変更いたしますので、ご了承ください。大きな苗を、こういうねセダム系やら大きな苗を使っていただくとちょっとお金が発生しますが、こちらにねある、セダムですね、セダム類の細かいやつ、多分ねこちらの鉢かこちらの鉢をどちらかを持っていくと思うんですけど、こちらの細かい苗の方は、無料でね、させていただけるということで、体験教室をさせていただきます。そしてあさって道の駅にまたこれらの苗をね出荷させていただきよういただけいただけようやっていただこうと思います。あとはもう本格的な夏のムネムネになる前にこちらの青々とした美味しそうなパープルヘイズでございます。紫色にはなっていないパープルヘイズ、パープルではございません、緑フェイズみたいな感じになってます、フェイズになっていますが、パープルヘイズでございます。はい、こちらの方ねやっぱチョンパして、こんな感じでまた、バラバラとね、細かく寄せ植えをさせていただきたいなと思っております。はいはい、そしてまあこちらの方もやっぱりねこうやってして樹齢が発生いたします。すごいです。水には完璧に濡れたわけではないんですけれども、まあセダムはねぐんぐんとこちらの方もまた、道の駅の方に入荷させていただけたらと思います。はい、では今日はねこういうところで、まあ、多少の群れがあるということでも、多肉ごとをしてね、イベントに出かけたり、ね、して、皆さんね、元気を出して、多肉ごとにね、してもらいたいと思います。はい。というわけで、またね、来月から7月、8月と、ちょっとイベントの方は、そんなにたくさん出ることはなくお休みさせていただくこともありますが、またたまちゃんの農園さんではねこういう網かごなども、販売していただくこともできますし、そして7月8月からは勉強の時期になっておりますので、私もね心機一転いろんな勉強させてもらうべく、いろんなところにねまた、勉強のためにイベントに顔出しに行くことがあるかもしれないので、またお声掛けください。もしかするとね何かを持ち歩いてお声掛けいただいた人にはプレゼントみたいな形でねするかもしれないので、はい。そしてねアンシカちゃんですね、前回のプラリの時には、見つかることができなかったのですが、今回無事に、見つかることができました。そしてその、ガマゴーリ多肉フェスタの様子は、この後につけさせていただきたいのと、最後まで見ていただけたらなと思います。はい、そしたら今日はここまでになります。皆さんありがとうございました。チャンネル登録が、結構ね、伸び悩んではおりますが、もしね見つけていただいて
ね、同年代の方ですね、60歳前後、50代、60代、ね、70代、80代の方でまたね共感していただけましたら、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしたら今日はここまでになります。バイバーイ。